女性が本当に気持ちいいアイブ教えます。今回はですね、看護師 AV 女優の涌井さんと引き続きですねお話ししていきたいんですが、今回はですね手間についてのお話になります。いわゆるその指を入れると、まあ、他には呼び方としては指マンとかも言われますけれども、そのついたアイブのですね方法についてちょっといろいろ聞いていきたいなと思います。今回はですね、男性の気になる手間に関連するキーワードにそれぞれテーマを出してますので、それに対してちょっとお答えしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、前回ですね、G スポットについてお話はしたんですけれども、ここでもちょっとおさらいも含めてお話をしていきたいと思うんですが、まずは手間、 G スポットというキーワードについてなんですけれども、指を入れるときに意識すべきポイント、いわゆる G スポットって言われるんですけれども、 G スポットの刺激方法、いい方法があれば教えてほしいということで、一点集中で指だけ動かす、はい、上に向けて動かす、上に向けて、はい、栗に向けて動かすのが一番気持ちいいかな。はい、じゃあ次がですね、手間の潮吹きというキーワードに対して、はい、この辺はどうでしょうか。塩もつけるポイントがあるみたいなんですけど、うん、私自分で塩吹けないんで、うん、プライベートで塩吹いたことあります？ないです。ないですよ、うん、やっぱりね本当に塩を吹かせることができる男優さんってすごいんですよ。うん、一番最初の動画で言ったひろたさんは、触っただけでこの子は塩が出るか出ないか、塩が溜まってるかまで分かる塩が溜まってるでもマスターなんですね。本当に潮吹きの達人ですよ、ね、でもそんなガシガシしてなくて、実際どのくらい潮吹くんですかって、潮吹きマスターが手間始めてから、うん、でも割と早いですよ、もう5秒ぐらい5秒ぐらい、すごい。それが気持ちいいかどうかは別です。また別ですね、うん、でも5秒で吹かせられるすごいね。すごいですね。すごいですよ。まあでも撮影の時とかはすごい量の水飲んでますから、塩吹きの方は、はいはい、ポカリ飲んだりとか、うん、まあ、潮吹きって言ったら AV 業界ではあるあるの中野美ちゃん、え、何ですかそれっていう利尿作用が、そうすごいある。あまり美味しくないお茶があるんですけどなるべく水分いっぱい食べてるんですね。その男優さんによると、うん、水分取って出して循環させることが大事って言ってましたね。あ、循環させてないと出るものも出ないって言ってました、うんうん、はい、事前の準備も忘れたりも必要ってことなんですね。これ実際結構男性の中ではこう潮吹きをこう目指す方って言いますよね、一定数いると思うんですけれども、うん、そこに対してどうですか。痛くしなければいいと思います。プライベートでちなみにいます？私高校生の時に出会った人が潮吹き見たいみたいな人で、ああ何を言ってるんだろうってでも結構粘り強く言ってたんですよ。やってみるけどまあ無理ですよね。めっちゃ出やすい子も中にはいるかな、うん、その人に出会ったらねいいけど、うん、そんな頑張らなくてもいいかなって思う、はい、俺逆に引く方だから、いや例えば初めてのエッチとか、まあ、そのちょっとやって潮吹いたら何つけ、俺逆に萎えるかもしれない確かにめちゃめちゃすごい経験を積んでる子なのそう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 、前任においてはその潮吹きは、まあ、そんなに目指さなくてもいいですよっていう感じですね、うんうんうん、はい、じゃあ次がですね、手間外行き中行きというテーマなんですが、うん、はいはい、外中、うん、っていう部分に関してこれはどうですかね、このなんか違いというか、両方も行きますか。私両方とも行けます、うんうん、中行きできる子が少ないんじゃないかな。そんな多くないんですね。多分多くないと思う。それはもう体質ですか。いや、気持ちよくなるまで時間がかかるんだと思うんですよね、うん、だから数こなせば、うん、多分いけるようになると思う。ああ、じゃあその経験が多い人は仲良きしやすくなるっていうことですかね。うん、できると思うけど、外行きも経験だと思うんですよね。外行きも行けない子が多分割と多いと思うから、おもちゃ使うとかして経験していくしかないんじゃないかなって思う。うん、なるほど。普通に電気でおもちゃ使ってもね、楽しくないですか？私は楽しいなと思うけど。じゃあ例えば初めての時に、うん、初めましてでね、それは、うん、まあ、ちょっとなんか急すぎるかもしれないけど、はい、普通に毎回同じセックスってつまんないじゃないですか。外気味に関しても中気に関してもそれができるように2人で元気を積んでいくみたいなのがいいってことですね、うんうん、次がですね、手間の痛い
という、うん、はい、まあ、これはやっぱり前回の企画でもお話があって、男性その AV を参考にしてしてしまう方結構多いと思うんですけれども、これはやっぱりこう女性にとっては痛い、痛いと思う、うん、あんなガシガシやったら内臓ですからね痛いと思う。爪は切るももちろんですけど、うん、爪切りたての方が痛いですからね、ちゃんとヤスリとかで、ああ、はいはいはい、削ってないと、あとは手カサカサしてる人痛いですからね。あ、そう、だから保湿してほしい手間ガシガシは良くないんですけど、挿入してからのガシガシはどうなんですか。動き方によると思うんですよね。奥ガンガン疲れるのが好きな子って多分そこまでいなくて、うん、奥って子宮に当たるから痛いんですよね、はい、なんかそんな頑張らなくてもいいかなって思う、うん、今でこそ、まあ、やっぱこういう情報って発信できるじゃないですか、うん、やっぱり見ればね、うん、こういう意見があるって今は分かると思うんですけど、昔はでもやっぱこういうのもちろんないですし、うん、AV とかしかやっぱりこう学ぶ場っていうのはなかった。そうですよ、だから世の中の男性ほとんどセックスの仕方を習うわけじゃないんですから学校でも親からも習うわけじゃなくて、一番の教材が AV ですから、うん、そうね、まあ、でもうちの登録者の方はもうこの情報を皆さん知ってます、はい、その辺はまあ十分理解してるんじゃないかなと思いますが、うん、はい、じゃあ次が手間指の本数というところなんですが、はい、まあ、これはまあ最適な本数と何本なのか、ね、1本なのか2本なのか3本なのか。3は多いななんか3本入れてくる人とかいます。え、なんか何本入るのかやってみたいみたいな人いません。ああ、若い時は ねやったかもしれない、やったかもしれないそんな入れなくてもいいかな、はい、うん、まあ1本か2本かな。うん、人の指の太さとその子の膣の大きさで、はい、違くなるかなって思うから、はい、そんなに私は多くなくていいかな、うん、まあ、じゃあ本当フィットするくらいの本数でいってことですね、うん、はい、1本じゃちょっと緩いかなっていう場合は2本入れるみたいな、うんうん、そんな感じですかね、うん、はい、そうだと思います。ありました、まあ、この辺はねちゃんとその人の形とかを見て判断すべきっていうことですね、うんうん、はい、わかりました。じゃあ次がですね、最後に手間動かし方ということで、うん、はい、これもまあどういう動かし方すべきかというところで、はい、最後ちょっとまとめていきたいと思います。もうこうやってガシガシするんじゃなくて、はい、もう指だけで、はい、こうやってもう全部固定ですね。じゃあその指以外、あ、本当指以外全部固定で、はい、しかもなんなら指の腹だけでいいんじゃないかなぐらい、うんうん、じゃあ動きはもう上だけでいい、その前後のこう、こういう、これはいらないかも、これはいらないですね。そういう動かし方をですね、うん、意識してやっていただくということで、うん、はい、まあ、ちょっとね頑張りすぎちゃう方とかも、ね、いらっしゃると思いますので、うん、まあ、今ちょっとお話ししたこのキーワード、確かに俺の僕の仲いい友達がね、はい、あの手間しすぎて腱鞘炎になったからそれ絶対ダメですよね絶対ダメで、手首使ってるよ、うん、確かにで手首使っちゃってますもん、ね、そうそう、よくね彼はね腰がめちゃくちゃ悪くて一番痛む時は挿入できないから女性を満足させるために、うんうん、指とか、まあ、道具とか使ってたけど、うんうん、そう、腱鞘炎になったから道具を使って言ってたら、僕も親友がいましたまあ基本的には肘も手首も固定で動かすのは指だけ、うん、そしてそんなに激しく動かしすぎないということで、うん、はい、皆さんちょっとぜひ参考にしていただければなと思います、はいはい、ということで今回はですね、女性が本当に気持ちいい愛具についてお話していきました、参考になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。